回紹介するのはこちら、フナッシーの名シー第3弾と実録フナッシーの名シーファイルなし。はい、ということでフナッシーの名シーの新商品が発売されました。メイシーは早くも第3弾ですね。今回は人類よ、これが梨妖精界の大都会梨編。ラインナップは全38種類、ノーマルが18、レアが13、超レアが6のシークレットが1。ワンボックスに12パック入ってます。実録フナッシーのメイシーファイルは今までに比べるとかなりコンパクトになって収納枚数も増えましたね。厚みもすごく薄いですから、どんな感じに変わったんでしょうか。ではまずは新しいメイシーファイルとワンボックスの半分の6パックを開封します。ではまずメイシーファイルから開きましょう。セット内容はファイル1冊とメイシーが1枚、面白情報シートが2枚。今回もファイル限定のメイシーが入ってますね。はい、出すと、わ、めちゃくちゃ薄い。やっぱり小さい。今までのメイシーファイルがこのサイズでしたから、一回りぐらい小さくって、さらに厚みも半分ぐらいですよね。でめくると、あ、そういうこと、全然違う。今までのプラスチックケースと違って、こういうビニールにスリットが入ってて、そこに入れる感じですね。スリットにスッとメイシーを入れると、お、入れやすい。素材感がすごいいいです。でこれがファイル限定のフナッセーなしです。そして、情報シートを見ると、フナッシーの名刺、何でもランキングなし。あ、今回は、相関図はなしかな。で、めくると、今回のリスト。そしてもう一枚が、ニューナシティでフナッシーの兄弟を探せ。ここに載ってるキャラクターが隠れてるようです。で、めくると、君はもう出会ったか。ロクデナシーズ。新聞っぽくなってて、まさかの大人気。ロクデナッシーズとはニューナッシティで今一番熱い6人組のこと。お手製ロボットに乗った船頃、フナッシマン、ナシポリス、宇宙遊泳ナッシーとナシポレオン、ムフーン。この6人全員の名刺を集めたら、超絶ハッピーなことが起きるかもしれないし、起きないかもしれない。どっちなんですか？輝きが 274% アップと。なるほどね。今後はじゃあ、ロクデナッシーズを押していく感じなんですかね。近くで見るとこうです。ナシポレオンが気になります。で、第3弾のラインナップを見ると、今回の超レアは全部ロクデナッシーズ。毎回超レアを狙ってますから、今回はロクデナッシーズを狙う感じですね。では、ボックスを開けるなし！パッケージデザインはどんな感じでしょうか？お！さっきのメイシーファイルと同じですね。じゃあ前から1、2、3、4、5、6パックいきます。ではまず1パック目、表側と裏側。ロクデナッシーズ来い！せーのードン！はい、まずはノーマル。ルンルン船五郎と2枚目、自由の船心臓。3枚目はレアですから、誰でしょうか？ん？船ゲゲ。ゴールドに光ってますから、普通のレア。はい、では2パック目。超レア、超レア。ちなみに前回は第2弾ワンボックス開封して、超レアは3枚出ましたね。はい、2パック目。まずはロドリゲス。もうナッシーとかね、そういうのはないっす。卵型の兄弟。2枚目。あ、かぶった。ルンルン船五郎。あ、違う。今回も隠れキャラがいます。では3枚目。フナノサウルス。普通のレア。はい、では3パック目。せーの、ドン。うん、ノーマルの船っぱらっぱ。2枚目、ネバッシー。梨というか、納豆に見えますけど、あ、でも納豆の妖怪。あ、妖怪なんだ。妖精じゃないですね。はい、3枚目。おっ！来た！これが、ロクデナッシーズじゃないですか？フナッシマン。さっきの、ロクデナッシーズに、おー、いる。そして、輝きが 274% アップっていうだけあって、めちゃくちゃ光ってますね。普通のレアは、箱押しですけど、こんなに輝いてます。いつもの超レアは、こんな感じのホロですから、輝きアップがわかりやすいですね。やっぱりワンボックスに2、3枚は入ってるんですかね。はい、せーの、ドン。どうしようもなし。あ、これさっきのファイルの裏側にいました。はい、2枚目。タクシー。こういうの好きです。3枚目。普通のノーマル。
スペースナシャトル。NASA じゃなくて、ナッシが開発した、ナシ汁を燃料にした宇宙船。ナシ妖精界の侵略を企む、フナッセナシを捕まえるべく、宇宙を駆け巡る。あ、フナッセナシは、そんな、悪いやつなんですね。へえへえ。では、5パック目。ロクデナッシーズ。来い。せいのドン。船吉。船五郎がロボット開発などをするために作った研究施設。なんか今回 SF チックなのが多いですかね。2枚目。船中。梨妖精界に一つだけある遊園地船中ランドのオーナー。一気と野獣を合わせたような感じですね。3枚目。あー、普通のレア。金梨流柄梨屋。梨妖精界に散らばる274個の黄金の梨を集めると現れる伝説の竜。はい、では前半最後6パック目。あ、そういえば、インデックスシートも入ってました。第3弾の名刺リストと、船ログの説明。船ログって僕知らなかったんですけど、登録した名刺の妖精は声が聞けるんですよ。これは知りませんでした。では出します。ナッシーソフト最終ラッカー形態。はい、2枚目。ロドリゲス、被りました。3枚目。おー、やったー、来たー。ナシポリス、これは、ロクデナッシーズですね。悪さをするカメムッシーがいたら、すかさず捕獲。フナッシマンと同じように、274% アップで輝いてます。では、名刺をチェックしていきましょう。まずはノーマル。自由のフナッシン像。ナッシーソフト、最終落下形態。ネバッシー、フナッパラッパー。これ結構好きです。フナッチュー。船中、船吉、タクッシー、どうしようもなし、ルンルン船五郎、これが2枚、ロドリゲス、これも2つ。そしてレア以上、スペースナシャトル、船ゲゲ、船のサウルス、金ナシ竜ガラナシア、で、超レアが2枚出ました。ナシポリスと、船シマン。ロクデナッシーズは、右下に番号が書いてあって、今回は6分の5と6分の3。これはわかりやすいですね。そして今回も、QR コードがついてますから、船ログに登録もできます。はい、ということで、実録、船氏の名刺ファイルと、名刺の第3弾を、まずは6パック開封しました。相変わらず謎なキャラクターが多かったですけど、いきなり超レアは2枚出ましたね。ロクデナッシーズはあと4体ですから、後半では、ロボゴロ2号とか、ナシポレオンを狙いたいと思います。